ズリーニー、ハンガリー語、スライには第二次世界大戦中にハンガリーで開発された自走砲である。105mm 砲搭載の2型と 75mm 砲搭載の1型の2タイプがあるが、量産されたのは 105mm 砲搭載型のズリーニー2のみで、1943年秋から1944年にかけて約70両が生産された。 ズリーニーの名は16世紀にトルコとの戦いになお、馳せた民族的英雄にちなむ。ズリーニーは第二次世界大戦中にハンガリーで生産された装甲戦闘車両の中でも最も成功したものであると評価されている。ドイツ国防軍における突撃砲の成功に触発され、1942年夏、ハンガリーでも同種の車両を装備すべきとの提案が、 ハンガリー国防省の自動車、戦闘車両下より、軍に出された。しかし、すでに自国の軍への供給で、手一杯いだったドイツからはまとまった数を、調達できそうになく、ハンガリーでは、自国の資材を使って、新型突撃砲を開発することになった。バイスマンフレート車での検討の結果、車体は、当時主力戦車として量産されていた。 トゥラン中戦車のコンポーネントを極力流用し、手法にはハンガリー製の 105mm 榴弾砲 40M が用いられることになった。この砲は、牽引式の野戦榴弾砲として開発されたが、中隊複雑機構に不具合があり、少なからぬ数の方針がデッドストックとなっていたものだった。実物大木型審査の後、1942年10月、 バイスマンフレート社に試作車両の製作が発注され、同社では、トゥラーン中戦車の南鉄製試作車をベースに、12月までにこれを完成させた。製作に伴い、トゥランの車体は、下部で 400mm 広げられ、これにイタリアのセモベンテに似た固定式戦闘室が設けられた。操縦席の関係で、手法はやや左側に、半球形の内側棒立て付きで装備された。 試作車の試験の終了を待たず、1943年1月、バイスマンフレート車に対して第1生産ロット40両の量産が発注された。5月には40、43M322 として正式化された。生産にあたっては、装甲版や砲は他社工場で製作されて、バイスマンフレート車に引き渡されるという共同体制が組まれたが、その足並みが揃わず、 最初の3両が完成したのは1943年9月になってからだった。しかもこの3両は装甲後半が間に合わず軟鉄製で訓練用のみに使われた。装甲後半製の残り37両は1944年1月までに引き渡された。突撃榴弾砲採用の一方で長方針7 5ト、mm、ル戦車砲を搭載する。 対戦車型が計画された。プロトタイプが再び改装されて、長方新型ズリーニーの試作車は1944年2月に完成 44M ズリーニー I と名付けられた。この頃までにズリーニーを装備する部隊として突撃砲大隊の編成が進められていた。 突撃砲台隊の装備車両としては、むしろ 75mm 砲型のズリーニーアイが主となる計画が立てられ、1944年9月までにズリーニー2の第二ロット50両、それ以降はズリーニーアイに切り替えて110両量産するというスケジュールでの発注が行われた。しかし実際には材料不足から国産 75mm 戦車砲の制裁計画は放棄され、 結局、ズリーニーアイは試作車1両のみの完成に終わった。第2ロットのズリーニー2の生産は、バイスマンフレート社で進められていたが、1944年7月27日、工場がアメリカ軍の爆撃により破壊され、生産は止まってしまった。その後、回収された装甲車体やエンジンを使い、ガンズ車で組み立てが再開されたが、こちらも、 ガンズ社のあるブダペストの包囲、陥落に伴い、11月には生産が不可能となった。生産数は、バイスマンフレート社において、合計60両、ガンズ社で1944年9月までに6両とされている。ガンズ社での、それ以降の生産については不明である。現在、ロシアのクビンカ戦車博物館に展示されている、ズリーニー2が、 唯一の現存車両と考えられている。完成したズリーニー2は、まず第一突撃砲大隊に配備された。訓練の後、1944年4月、大隊は東部戦線に送られ、4月21日、初めての戦闘を経験した。7月初めからのソ連軍の大攻勢では、同大隊の第一、第二中隊は撤退する友軍のしんりを受け持ち、 大きな損害を出しつつも奮戦した。第8突撃砲大隊は、1944年9月までに20両から25両のズリーニー2を受領した。その他の突撃砲大隊は、結局、最初に1、2両のズリーニーを訓練用に受け取っただけで、実際の装備としては、ドイツ製の3号突撃砲やヘッチャーが使われた。ズリニー装備の突撃砲大隊は、 その後ブダペスト防衛戦など、ハンガリー国内での防衛、撤退戦を戦い抜いた。ありがとうございます。